メッセネの戦いは紀元前264年に発生した共和制ローマとカルタゴの間の最初の戦闘である。この戦闘によって第一次ポエニ戦争が始まった。この頃までにローマは南イタリアを制覇しており、シチリアはローマにとって戦略的な重要性が増していた。シチリア北東のメッセネは紀元前288年以降カンパニア人の 傭兵部隊マメルティニが占領していた。シュラクサ祭の戦手ヒエロン2世がマメルティニに対する攻撃を開始すると、マメルティニはローマとカルタゴ双方に軍事援助を求め、まずカルタゴが反応、司令官とする救援軍を送った。ヒエロン2世はカルタゴとの軍事衝突は望まずその軍を主落祭に戻したが、カルタゴ軍はそのままメッセネに止まったため、マメルティニは今度は ローマにカルタゴ軍の排除を依頼した。ギリシャの歴史家ポリュビオスは、その著作である歴史に以下のように記述している。長期間の考慮の後でも、ローマ元老院はメッセネに軍を送るという執政官からの提案を認めなかった。元老院はメッセネを解放するという結果から得られる利益は、このような一貫性のない行動により総裁されると考えた。しかしながら、 民衆は終わったばかりの戦争に苦しんでおり、いかなる種類での復旧をも望んでたため、執政官の提案に耳を傾けた。執政官は、軍事介入によって、ローマの安全が担保されるという国家としての利益を強調しただけではなく、市民それぞれが得られる戦利品からの利益についても語ったため、軍の派遣が支持されることとなった。執政官の一人であるアッピーブス、 クラウディウス・カウデクスが遠征軍の司令官に任せられ、メッセネに向かって都会した。ローマは自前の海軍を有していないため、南イタリアの同盟ギリシャ都市国家に船を提供させ、昼間にシチリアへの都会を試みたが、カルタゴ海軍に露覚され失敗した。カルタゴ軍の司令官であったハンノはこれをローマに、返してローマの介入を避けようとしが、 ローマ軍は夜間に都会を試み成功した。この後、マメルティにはカルタゴの守備兵をメッセネから追い出し、ローマ軍を招き入れた。ハンノはその臆病さとメッセネを離れるという判断の誤りからカルタゴに戻った後に貼り付けにされた。ローマ軍はメッセネに入場したが、近郊にはカルタゴ軍とシュラクサイ軍が退陣していた。 カウデクスは交渉のために両軍に施設を派遣したが、無視された。このため、ローマ軍は町を出てまず、シュラクサイ軍を破り退却させ、翌日にはカルタゴ軍に向かった。警布票の小競り合いに続き、中央部では両軍布票が、両翼では、騎兵の戦闘が始まった。しかしながら、ローマ軍が優勢になり、カルタゴ軍は撤退した。 前264年から262年にかけてのローマ軍の動き、メッセネを確保したローマ軍は、紀元前263年に、シュラクサ祭に向かい、ローマとの同盟を強制した。紀元前262年には、ローマとカルタゴの最初の海戦であるアグリゲントムの戦いが発生し、ローマはこの戦いにも勝利した。なお、メッセネはこの後、 ローマと同盟した自由都市となり、メッサナと呼ばれるようになった。ありがとうございます。